今回はですね、A コードについていろいろ話してみたいと思います。まずはですね、この A コードの基本的な押さえ方からいきたいと思うんですけども、A コードも、まあ、こんな音になるんですけども、5弦がルートのコードですね。全体はこんな感じで押さえて、音は、ラ、ミ、ラ、ドのシャープ、ミになります。音の内容で言うと、ルート、フィフス、ルート、サード、フィフスというね、並びで音が並んでおります。1弦と6弦というのはね、同じ音ですから、フィフスの音がここにね、6弦に回るわけです。ですが、この5弦にルート、二重丸のあるコードというのはですね、6弦をこう鳴らすと、ちょっとこう濁ってしまいます。ですので、親指を軽くかけて消しています。なので、この親指をかけて6弦を消した状態が、A コードの基本的な押さえ方だと思ってくれて OK です。はい、それと A コードはですね、これちょっとね、後でアップで説明しますけども、これが海外式というか、指の太い人なんかはこの、4弦の2フレットの中指、3弦の2フレットを人差し指、そして2弦の2フレットを薬指で押さえるというこのスタイルが、いいと思うんですけども、日本の本なんか、または指の細い人なんかはですね、このように、人差し指で4弦の2フレット、3弦の2フレットに中指、2弦の2フレットに薬指という、こういう標準的な押さえ方というか、本に載ってる押さえ方ですね。こちらでも OK です。この押さえ方の方が向いてる場合もあります。あとはですね、ロックなんかでは、こう人差し指を軽く反ることによってですね、1弦を消してしまう。それで、人差し指1本で、こう2弦までを出すね、こうロック風の A もありますね。他にも、A の形ではいくつかあるんですけども、基本的にはこの3つというふうに捉えてね、自分の好きなスタイル、またはその曲に合った押さえ方を選んでいただければと思います。僕はね、基本的にはこの中指、人差し指、薬指の順で押さえる A をいつも使用しておりますね。この A はですね、いろんな応用が効くんですね。その辺も後々説明していきたいと思います。ではですね、今の押さえ方をもう少しアップで見てみたいと思います。はい、アップで見るとね、こんな感じなんですけども、この A コードっていうのは2フレットにね、この3本の指を全部入れてますので、ちょっと窮屈に見えると思いますけども、こんな感じでちゃんと入っていますよ。はい、これが、先ほど最初に紹介した中指、人差し指、薬指の順で押さえる A の形です。そして、他にあるのがこの人差し指、中指、薬指で押さえる、これもよく出てきますね。そして、あとはロック風で人差し指で押さえて親指もかけます。この時、軽くこの人差し指を反って1弦を消すようにしてますね。はい。こういうロックなサウンドなんか、またはコードチェンジが激しい時なんかは、このシンプルな人差し指で押さえる A が役に立つと思います。で、なんでね、この、僕はこのね、外人式というか指太い人のための A を使うかっていうと、こちらの方がですね、いろんなコードに変化させるときにね、有利なんです。この人差し指をこう1フレットにね、3弦の1フレットに下げてあげると A メジャー7になったり、もちろん人差し指下げ離せば A7 になったり、小指をね、2弦の3フレットに加えればこう A34 っていうコードになったり、ほとんどこのね、動かないでいろんなコードにこう変化させられますよね。たまにブルースでやるんですが、これも後で詳しく説明しますが、この A7 を押さえた上で人差し指をこう2弦の1フレットで置いて、この2弦の2フレットでハンマリングなんかしてあげると、こうブルーチーな感じで入れたり、この人差し指を落とせば、1弦の1フレットで落とせば、A7 シャープ5っていうね、コードに変わったり、いろんなことがこの中指、人差し指、薬指で押さえる A から繰り出すことができるんですね。基本の形をあんまり変えずに、いろんなコードにこう変化させることができるというので、僕はこの形を愛用しています。よく本に載ってるのはこちらですのでね、これで覚えちゃったよという人は、まあこれで、弾いていてもいいんですが、早いうちにこちらの A に直すと後々いろいろ楽になると思いますので、ぜひ参考にしてください。はい、それではね、この A コードの押さえ方のコツも説明してみたいんですが、こちらのアングルの方が分かりやすいかなと思って、ちょっとね、アングルを変えてみましたが、この3本指、ちょっと薬指見えにくいですけども、指のね、この R の仕方、これを見てみてください。こう、第一関節がね、キュッと曲がって、指先できっちりこうね、フレットを押さえています。それと、
この親指のかけ方がやっぱりね難しいと思います。ちょっと力んでしまうとこういう風に、ね、抑え込んでしまう。これはあのファのシャープの音がしてしまったり、こうねファの音がしたり、こう6弦の音がしたらダメです。軽くこんな感じですね、肉が親指の肉が軽く乗る感じ。そうするとちょうどこう6弦が消えますから、この親指を軽く弦に触れさせて、6弦に触れさせてこう音を消すっていうのがねポイントです。ちょこんとかけてあげれば OK だと思います。それともう一つポイントはこの1弦ですね。だから A はこの端っこがポイントになるってことですね。この人差し指の肉がこうネックの下からめり込んでしまうと1弦を消してしまうことが多くあると思います。これが結構悩みの種という人も多いので、少しここをね1ミリ2ミリでいいですから、こう離してあげる、ここの部分ですね、この部分を少しこう離してあげると綺麗に出ます。でもね、手の小さい人なんか親指かけるとこれが厳しいと、ここを離すのが厳しい、ギュッてこうね、縮こまってしまうので、難しいですっていう人は親指をこうあのネックの後ろにねこうかけて、それでかけてごめんなさい、ネックの後ろに回して、1弦のねここが開くように押さえていただければいいと思います。このミの音も一応ね、コードの中のラ、ドのシャープ、ミという和音なので、ミの音これ入ってますんで、最悪これこうガーンと出してしまっても楽曲を壊すようなことはないです。ただこのフィフスというねドミソのソに当たる音ですね、これが、一番低い音に来ると少しコードが不安定な感じになってしまうので、できればこの親指をかけてこう6弦を消すというのを覚えていただけるとベストですね。はい、もう一回正面で見てみましょう。はい、この正面から見た場合はですね、この指の感じというよりもこの肘の位置、これを見てほしいですね。真正面から見た場合、少し軽くこうまあ脇をブランと軽く開いてるぐらいでちょうどいいです。こうギュッとね締まっちゃう人たまにいるんですね。こうするとやっぱりここね、この部分、小指の下のこの手のひらの部分がネックの下についてしまったり、これは絶対ダメだよってあの C コードで説明しましたけども、ここがついてしまうと動きが取れなくなっちゃうんですね。なのでここはくっつけないようにしますので、肘を引いてしまうようなことはあまりないです。 A コードを押さえる場合ね、軽くふわっと開いてあげる程度でいいです。で、D コードのようにこう肘を張ってしまうとですね、ちょっと今度はここの根元、ここの根元がこうネックの下から1弦に触れてしまうことがありますので、 A コードではこのね肩から肘を見てもらえば分かるんですが、ふわっとこう開く感じ、これぐらいでいいと思います。ご自身のフォームをね鏡に映してみてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。はい、こちらから見てみてもこのぐらいですね。ここの開き方も結構重要で、だいたい指一本入るぐらい開いててくれれば OK です。小指もこう収まる場所なかったらピンって立ててるよりは曲げてる方がいいと思いますね。はい、こんな感じで、押さえるのが A コードの押さえ方の特徴です。特徴というか、まあ、基本になっていきます。ではですね、次に、A コードの押さえ方を後ろから見てみたりね、こうネックの後ろ側から見てみたり、自分のこの僕が今見えてる、どんな風に見えてるかっていう目線アングルで見てみたりもしてみましょう。